そんな真央とは対照的に輝きを放った少女がいた。真央と同じ15歳、韓国のキム・ヨナ選手。表現力豊かなヨナの演技に観客は目を奪われた。ライバル同士の対決、今回はヨナが制した。아직실감이잘안나고이제점수도제노최고점수를받게돼서기분좋고또앞으로더같이경기할날도많고앞으로좋은라이벌이됐으면좋겠다한국서울この国であるブームが起ころうとしていた。韓国ソウル、マオのライバルキム・ヨナは歓声の中にいた。피겨요정이잖아요。예、네、젊은데열심히하신앞으로우리나라의희망이라고韓国で初めてとなる大規模なアイスショーが開かれた。銀盤のスターたちの共演に観客も大興奮。そのリンクにヨナが立った。신발문제는그신발을이렇게시험으로시험적으로뭐신어봤다가뭐안신었다가하는그런것까지치면1년에한20켤레정도는아마靴が合わず膝や足首に負担がかかり練習もままならない状況が続いているという。캐나다가비전지련가기전부터아팠던무릎이아직도아픈데요조금씩나아지고있으니까앞으로관리잘해서시합에서안아플수있도록하는グランプリシリーズ初挑戦となるヨナ。不安を抱えながらスケートカナダに挑む。11月2日スケートカナダ開幕。これがヨナのシニアデビューとなる。足の痛みに変えたデビュー戦、サインだった。2週間後のフランス杯でヨナは17歳の世界女王キミに挑む。初めてトリプルアクセルに挑戦したキミ、しかし着地に失敗。3位に終わり、グランプリファイナル進出はならなかった。一方のヨナはショートフリーともに1位をマーク。シニア2戦目で初優勝を遂げファイナル進出を決めた。이시니어첫시합에서좋은성적을계속내서좋은경험이었던것같고요자만하지않고앞으로언제든지뭐성적이떨어질수도있고하니까이제밴쿠버올림픽까지열심히해서좋은 경험을많이쌓고해서그때까지잘할수있는게제목표예요연어는유선으로와있다고
저게 그냥 지지든 그렇게 하든 뭐 시즌 전에 아까 부회장님도 말씀하셨지만 진짜 은퇴하고 싶을 정도로 靴が合わず怪我に苦しみ引退を口にしていたようなその陰でこんな支えもあった갑자기생각난건데작년겨울때쯤에연하영이이제부추로고생을하고있을때인데저희가이제회원분들후원의이름으로한이렇게홀림에공지를해가지고후원을해주시겠다는의사를밝힌후한20명정도가이렇게돈을좀모으셔서연하영이부추를전지훈련가기전에선물한적이있어요네応援してくれる人たちがいる限り滑りたい試練を乗り越え掴んだ優勝はヨナに大きな自信を与えた迎えた最終決戦真央とヨナの対決は明暗を分けたトリプルアクセルに挑戦した真央しかし練習でもやっぱりトリプルアクセル失敗してしまったりしててそれでちょっとトリプルアクセルに自信がなかったのかなと思います NHK 杯終わった時はすごい自分でもできたと思ういい風にできたと思うのでそのままファイナルに持っていきたいなと思っていたんですけどだけどやっぱりそのいざ立つとやっぱりそういう気持ちを忘れてしまったと思います直前に腰を痛めながらも完璧な演技を見せたような韓国史上初めてグランプリシリーズの王座に輝いた新たな女王の誕生を祝福しようと空港には大勢のファンとメディアが詰めかけた시니어첫데뷔인데좋은결과를얻었으니까자신감도많이생긴것같고또한편으로좀부담이되는것같기도한데또많이기뻤어요윤아는무늬가강해서힘내다度重なる怪我を乗り越えた勲章だ